はい、皆さんこんにちは。今回はフレセン企画か。そうなんです。今回は負け越したら罰ゲームがあるので頑張っていきたいと思います。お相手は古色さんなんだぜ。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。古色さんのパーティーは、ゲンガー、ガルーラ、ボルトロス、ガブリアス、バシャーモ、スイ君だね。古色さんはシーズン最高レート2169の方だし、ボコボコにされないことだけ頑張ろうぜ。聞いてないよ。そんなにお強い方なの。知らなかったのか。さあ霊夢、ボコボコにされる準備はできてるか。逆に言えば、私が勝てばレート2000超えのトレーナーになれるってことでしょ。頑張ります。それとは違うと思うがな。さて選出ですが、うちのパーティーだとスイ君来ちゃうよね。ということで毒々持ちのガルーラを連れて行きましょう。あと、バシャーモやガルーラ、ガブ対策にムーマ、そしてアタッカーエースとしてホルード、この3体で行きたいと思います。それでは古色さん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに罰ゲームは何なんだ？あるものにデスソースをかけて食べる動画を投稿します。なかなかな罰ゲームだな。そうならないためにも頑張ります。さあ行ってこい、ムーマ。古色さんの先発はスイ君。これは初手ガルーラ出しておけばよかったな。ここはスイ君は何してくるかわからないけど、毒を入れていきたいのでガルーラに交代していきます。あと言い忘れましたが、このムーマは進化の奇跡持ちです。それでは一旦戻ってね。さあ行ってこい、ガルーラ。このガルーラはカゴの身持ちです。古色さんのスイ君は熱湯、眠カゴ型だが、できれば焼けて欲しくないんだぜ。よしよし、焼けなかったね。ではここは毒々打っていきます。毒々が。よし、当たっていくー。このガルーラは動画厳選とかでもよく外してたから、当ててくれてよかったんだぜ。そして古色さんのスイ君は凍える風、これはメガ進化する読みなんだろうな。メガガルようにいろいろ調整されてるんだろうな。さすが強者さんだな、抜け目ないんだぜ。とりあえずここは毒々の蓄積ダメージ稼ぎたいので、ピヨピヨパンチで突っ張ります。ムーマ交代でもいいんじゃないか。できれば混乱させて、ムーマのたたり目圏内まで持っていきたいんだよね。なのでここはあえて突っ張ります。古色さんのスイ君は熱湯、スイ君の熱湯後に回答えてくれないかな。これはちょうど半分食らったね。もしかしたら乱数あるかな。これなら突っ張っても、と思ったがゴツメスイ君か。この体力じゃさすがに熱湯耐えれないし、ムーマに交代していくか。そうだね、ではムーマに交代していきます。お疲れガルーラ、また後で頼むよ。さあもう一度行ってこい、ムーマ。古色さんのスイ君は熱湯連打、奇跡持ちだし、それなりに耐えてくれるだろ。よしよし、いい硬さだよ。それではここですが、ゴツメスイ君だし、たたり目と毒ダメで落ちてくれると思うので、ここはたたり目打っていきたいと思います。こちらが先制できたね、急所とか当たらないかな。まあ無理か、古色さんのスイ君は熱湯。やけどとかやめてね。急所痛いな。しかもやけど。まあでもこの毒ダメでスイ君突破なんだぜ。スイ君に結構反壊させられちゃってるけどね。問題は次の出てくるポケモンだな。今回のホルードはタスキじゃないから、怠慢性能弱いから、うまく電磁波巻いたりして3盾狙いたいんだぜ。古色さんの2体目はバシャーも、ここはタクになっちゃうかな。守る読みで置き土産を打つか、守る打たないのを読んで電磁波打つかだな。ここは、守る読みの置き土産でいきます。あ。霊夢、これは、マリサさん、カウントダウンお願いします。3、2、1。さようなら。乾杯だな、古色さんとレベルが違ったんだぜ。それでは古色さん、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2戦目やっていきたいと思います。2戦目はマサさんだな。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。マサさんのパーティーは、バシャーモ、ロトム、ファイアロー、ギルガルド、ガブリアス、ポリゴン2だね。今回はゴースト統一か、てかこのパーティーガブやギルガルド重くないか。そうなんだよね。ということでガブと相殺してもらうためにジュペッタ出していきましょうか。あと、バシャーモやギルガルド対策にムーマ、そしてポリ2、アローに強いゴルーグ連れていきましょう。それではマサさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。マサさんの先発はロトム。あれ、これやばくないか？ロトム対策全然してないんだぜ。正確に言うと、ロトム対策できなかった、だけどね。とりあえずムーマとロトムで相打ちになってくれればいいかなと思うので、ここはおにぎりで定数ダメージ稼いでいきます。マサさんのロトムはトリックか？これはまずいんだぜ。あれ、トリックってこのターンから固定されちゃうんだっけ？もしこだわり系なら固定されるんだぜ。マサさんのロトムの持ち物はスカーフ、これでムーマは動きにくくなったな。
でもロトム相手にゴルーグとジュペッタじゃ交代効かないし、ここはムーマ捨てる感じでいかないとダメかな、ということでここは握手かもしれませんが、鬼ビレンダで突っ張ります。マサさんは交代する気配ないか、まあそうだよな。このままだとお盆とかもあって、負け格になってしまいそうな気がするので、ここは勇気を出して、ドロポンは図式体のジュペッタに交代していきます。なんかさっきからブレブレだな。仕方ないでしょ、トリック打たれてパニクってるんだもん。さあ行ってこい、ゴミ。マサさんのロトムはボルトチェンジ、うまく読まれてるんだぜ。これでドロポンは図式っていうわずかな期待も消えちゃった。ああ、罰ゲーム。デスソースかー。まだ負けとは決まってないがな、それにもし負けても罰ゲームでデスソース食うのはウプ主なんだし、それはそれで面白いんだぜ。あ、確かに、なら負けてもいいかな。いやいや勝てよ。せめて3連敗は避けて、1勝1敗で3戦目までいかないと、実況としてダメだろ。だってこの状況でどうやって勝てっていうの？マリサ勝てるの？無理だ。でしょでしょ、もうやけくそです。とりあえず自信読みでムーマに変えます。これでもし激凛が飛んできたら、その時は、さっきと同じようにカウントダウンが始まります。頼む、動画的にも自信来てくれ。よしよし、ここはなんとか読めたな。次だけど、ロトム交代読みで置き土産かたたり目打つか、居座る読みでおにぎ打つかの択だけど、ここは少しでも勝ち筋残したいので、置き土産でジュペッタと相殺してもらいます。マサさんは交代なし、素直に攻撃してきてくれてるならいいんだが。さあマサさんの行動は、マサさんのガブリアスは激凛、剣の舞とか打ってこなくてよかったんだぜ。ここはやはりジュペッタを出さずに、ゴルーグの冷凍パンチでガブ倒していこうと思います。ほんと今回はブレブレになりすぎて申し訳ありません。冷凍パンチが決まってくれればいいんだけど。だがマサさんからしたら交代の択もあるんだし、ここは交代されても突っ張ってももしかしたら勝ち筋が残る、爆裂パンチの方がよかったんじゃないか。ほら、言ってる間に交代されたんだぜ。今回は全て裏目に出ちゃってるね。裏目というより、プレイングが下手すぎる気がするんだが。いやいや、皆さんお強いんだよ。私なんかと比べ物にならないくらい強いんだもん。それは間違いないが。でもできるところまでやります。とりあえずドロポンは図式体でジュペッタに交代していきましょう。今回はゴルーグ相手にボルチェン打てないでしょ。もしドロポンが当たったらどうするんだ。その時は、カウントダウンです。やっぱりか。お願いします。せめていい勝負までさせてください。お願いします、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 お願いしまーす。よし、霊夢行くぞ。3、2、1。皆さんごめんなさーい。そう、2連敗じゃあ。これで罰ゲーム確定だな。それではマサさん、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。それでは3戦目やっていきましょう。お相手はボイさんです。もう負け確定だが、最後に一矢報いたいもんだぜ。ボイさんのパーティーは、マンタイン、エレザード、ガチゴラス、カラマネロ、フリージオ、ラグラージだね。選出はどうするんだ。意外とエレブー刺さってたりするかな。ということでエレブー先発で、あと、エレザード、カラマネロ、ガチゴラス対策にトリトドン、ラストにタスキ持ちのウニドリルでいきたいと思います。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。3連敗だけは何としても避けたいもんだがな。ボイさんの先発はガチゴラス、これは気合玉当てればだが、いい対面じゃないか。さあ行ってこい、エレブー。このエレブーは進化の奇跡持ちです。ではまず身代わりで一回様子を見ましょう。交代、もしくは積んでくれるかもしれないしな。交代はなし、さあボイさんの行動は。ボイさんのガチゴラスはステルスロック、鬼ドリルのタスキが潰れたのは痛いが、身代わり無事に晴れたな。さて、ここは気合玉をエレブーに当ててもらいましょう。さあエレブー、いけー。くそ、ダメか。まあまだもう一度チャンスあるんだぜ。ボイさんのガチゴラスはモロハの頭突き、これで身代わりは壊れてしまうな。さて、問題は次だね。ではここはもちろん気合玉で行きましょう。あ、やっちゃった。お前まさかまた。あはははははー。バカ野郎ー、何やってんだよ。本当の本当に押し間違えました。頼む、モロハを外してくれー。っていうのまい、これは早くも。霊夢、ここでもうカウントダウンしたいんだが、さすがにボイさんに悪いよな。まだです、まだモロハ外しの可能性もあるしね。とりあえず気合玉で。お願いガチゴラスさん。あ、当てますよねー。霊夢、カウントダウンの準備はどうだ。ボイさん。ごめんなさい。それでは、カウントダウンスタート、3、2、1。ちなみにこの後ガチゴラスが交代して、フリージオに見立てされました。霊夢、これは反省会だな。それではボイさん。誠に申し訳ありませんでした。
に言わせてください。対戦してくださったお三人さん、視聴者様、本当に申し訳ありませんでした。今回は本当の本当にひどかったんだぜ。これはもう罰ゲームはもちろんだが、何かしなければいけないレベルだろ。本当に本当に申し訳ありません。早速罰ゲーム動画、および最弱パでレート参照などの罰ゲームをさせていただきます。そちらの動画も早めに投稿したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。